阪ママンってご存知ですかね。2年ほど活躍いたしました、8匹で有名なおばちゃん8名で、その今日も桜の時期なのでね、桜咲いたらっていうのを歌いたいんです。よろしいでしょうかね。それで8人で本当はハモりながら歌うんですけどね、私一人じゃねダメなの。それで今日ね、先ほども出ましたはっちゃんと、これから出ますめいこちゃん、京都から来てくれても、八尾からと京都からと聞いてやってくれますかね。はい、はい、ではめいこちゃん、はっちゃん、はい、お願いします。はい、自己紹介お願いいたします。はじめまして、大阪ママンのパンプキンめいこと申します。よろしくお願いいたします。かぼちゃですね。はい、はい、はじめまして、私が笑い虫初子ビクターから大阪ママンでね、もうずいぶん昔の話ですけれども、その頃はもう少し若くて元気だったんですけども、今日もさくらさんにお声がかかって頑張ります。よろしくお願いいたします。笑い虫初子です。はい、私は光苔緑、苔の緑なんですって、そういう名前をいただいて2年間活躍させていただいてね、みんな一人一人かけてきますのでね、それで解散したんです。でもこの歌はね、今から歌います歌はね、この桜の咲く時期はね、みんな歌ってるの、私たち。それで今日3人だけですけど、はい、一生懸命歌います。お聴きください。はい。